張っております海峡かもめ、まずは聴いていただきました。今日は短い時間ではございますが、最後まで一生懸命力いっぱい頑張って歌わせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。いいんですか、まだ1曲しか歌ってないのでいいんですか。ありがとうございます。写真ですかね、いただきましたけれども、まあ、昨日ですかね、ちょっとだいぶ涼しくなってね、で、あ、もう秋が、ね、来るかなって、このまま暑くなるのがね、もうなくなってくれればいいなと思ったら、今日はまたまたね、カンカン照りで暑いですけども、皆様体調いかがですか、大丈夫ですか、ね、ぜひ気をつけてね、ちょっと喉が渇いたなと思ったらちょっと飲み物でね、呼吸していただきまして、水分補給も忘れずに、体に気をつけながら見ていただければと思いますが、私はそうですね、この海峡かもめが7月3日に発売になりまして、もうすぐ2ヶ月経つんですけどもね、本当に毎日毎日着物着てキャンペーンをさせていただいておりますと、見てるお客様もね、もちろん暑くて大変だろうなと思うんですが、まあ、やっぱりね、着物暑いなと思いながら、今度は発売の時期を考えましょうという話を今しておりますけどもね、まあ、でも本当に暑さにもかかわらず、こうしてたくさんのお客様に応援していただけて本当に嬉しいなと思います。そんな私も、今年7月2日でデビューから丸5年が経ちまして、6年目に入りました。これもいつも応援してくださっている皆様のおかげです。ありがとうございます。またこれから一歩ずつですが、頑張ってこの演歌道を歩いていければいいなと、そんな風に思っております。さて、続いての曲は今頑張っています新曲海峡かもめ、本日は鈴木楽器さんにお邪魔させていただいておりますが、この海峡かもめのカップリング曲をお届けしたいと思います。ぬくもりだけ聴いてください。さあ、それではお付き合いしてお付き合いください。よろしくお願いします。